次の日曜日は、大太る衆。最後の天霊の年の日曜日。まとめですね。ますべての神の技のまとめ。でか神は、御父が自分の息子をにしたんですね。で、今日の、この福音は、やっぱり最後の、さばき。最後のさばきの場面です。これは特に、違法人。 神を信じない。神を知らない。イエス・クリストを知らない人々のた,のための裁き。直接にイエス・クリストを見たことがなかった。人生にはね。一生涯の流れでは、直接に私たちと同じように彼を知らなかった。クリストを知らなかった。けれども、この福音のポイントは私たちです。イエス・クリストは小さなものという時には、いつも自分の弟子について、 語ります。もちろん、いろんな解釈がありますね。まず、シートとかね。あの、世話するとか。けど、特に今回は、この福音の一番大切なポイントは何ですかあなたは、この最も小さなものです。そして、弟子たち。旅をする、裸であり、えー、喉が乾いたり、上乾くとか。それは、弟子、あるいは、えー、死と、 あるいは宣教師のイメージです。聖パウロが自分についてこう言ってますね。私と、私たちは、弟子である、使徒である、私たちはこの世の最後のものとなりでしょ。何もない。時々ロイヤーも入れられていたでしょ。今でも、クリスト社は、あの、全世界中ロイヤーに入れられたり、あの、迫害されたりするとね。で、クリスト社に対して、どういう態度を取ったと、いうことに、 基づいて裁きを受ける。すべての人々。そして、わからなくても、一番小さなもの、本当に貧しいもの、権利のないものはクリストです。クリストです。だから両方のこと。もちろん、福音がんべ伝えたとき、あるいは弟子たちがあるところに着いたとき、向けられたかどうか、その見言葉を聞いたかどうか、世話されたかどうか。それは一つ。でも私たちも、貧しさを帯ます。この、寂しさ、この、 難しい状態経験しています。ですから、あなたに世話したその人、親切に利益なし、ただ、ただで世話したという時には、クリストに世話したんですよ。私たちはクリストと,なリストと出会ったのはそのため、クリストをみんなに dodo kaseru tame aruhito wa fukuin no bezo tairo kotoniotte aruhito wa jibun no yowasa ni yotte jibun no byouki ni yotte kristo dugicani karisareta kristo minna ni chimesu deskarata tebaji gissazu anrakushiru wa doste sono ojisan sono obachan ga chotto dake demo kodomo magotachi ni sewa sare tara kristo gojishin ga sewa sareru re fushikina koto desu mo 今ね、この社会はおじいちゃんおばあちゃん置いといてでしょあの、いらない人たちをどっかででしょあの、ゴミみたい。そして、そしてこの社会は、ああ、これは安楽し、あの、かわいそうですから苦しまないように、けれども、自分が責任を取りたくないから、お金も、 世話するために必要であるから、お金が別のことのために使いましょう。このおじいちゃんが、このおばあちゃんがもういらない。もう仕事もしない。ただ邪魔です。これは大きな罪ですね。この福音に書いてある。世話しなかったのは呪われる。この時代は呪われる時代。でもその中でたくさんの人が良い心を持って、クリストが貧しい人にいらっしゃるので、その人たちに世話する。まだテレサ まだテレサがこういう福音を持って一生が命をかけた。いつも一番貧しい人にクリストを見た。私たちも自分が貧しい人である時に、あの、弱いである時に、歳をとっている時に、もっともクリストの姿を帯びる。もっともクリストが私たちにいるということですね。だからそれもとても大事なことです。 私たちの使命は最後まで、最後まで果たすことができます。しかも、一番貧しい時、一番弱い時、一番難しい状態に入った時、完全に私たちの使命が果たされます。